皆さんこんにちは、たこみです。サテです。たこみ、お前は羊だ。どんどん髪の毛がモクモクになってきてるな。ということで今回は私がたこみの髪を切ろうと思います。早速切っていきましょう。待って姉さん姉さん、髪普通の細身っすよ。工房筆を選ばず、じゃあお願いします。はい、それでは早速切っていきます。でもなんか気に慣れてない？友達とかもたまに切ってたけど。へぇ、でパーマの人は初めて。4位とかだとまんまんぐらいに行くの？行くかな。万行かないか、カットで5000とかじゃないかな。かな、なんかお店にオプションつけて俺2万とかかな。2万？だいぶ軽くなった印象を受けるんだけど。本当見た目全然変わってないよ。ジニワかよ。え、てかもう現在進行形で生えてるんじゃないの。さあ、高森くんはどんな風になっているのか。はい、ということで高森の髪の毛カットが完了しました。わー、高森はまだ見てないので、はい、早速見ていただきましょう。おどうぞ。ポン、おお、すごい、だいぶさっぱりしたんじゃない。さっぱりすっきり、夏ヘアだね。夏だわ、すごいなと思った。本当？バーバーの手に切ってもらいたい方、ぜひコメント欄で言ってください。はい、今日もワンナム TV 見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、そして Twitter フォローもよろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。